作戦金。どうもどうも、おくチャンネルだー。今回なんですけども、ワンピースクラッチでございます。はい、今回なんですけどもこちらでございます。はい、来ました。ちょっとね、ごめんなさい、これもう実際は販売終わってますね。S スネーク縦横斜めでございます。はい、で、一応縦横斜めですから、まあもうザ・スクラッチと言わんばかりなんですけど、基本ここ全部削りましょうね。縦が3本、横が3本、斜めが2本、どこかで、ここに書いてある絵柄のものが一列直列に並べば当たりだよと、絵柄に応じた当選金が受け取れますということで、まず1等が200万円、2等が10万円、3等が1万円、4等が2000円、5等が200円となっております。はい、で一応今回こちらに関しましては全国自治でございましてですね、500万通り10億円使われておりますということで、1等の200万円が全国なんですけども5本なんだね。だから結構厳しいんじゃないと、言わざるを得ないのかなというところではありますが、ただね、ちょっとありがたいことに久しぶりですね、この未開封の袋入りのもの10個買った、10枚入り1袋のもの、購入した場合、マットで、これね、必ず200円が3つ当たります。最低保証3でございますよというのがちょっと久しぶりだよねというところではございます。はい、まあ最低保証ね、大いに、越したことはないので、嬉しいなと思う反面なんですけど、やっぱりちょっと正直今当たりにくくなってるなって感じもしていて、特にまあ2000円が出たことで、2000円って結構でもね、言って難しいんですよね。かなり買った、例えば2万円買って当たるんだったらとかって思うんですけど、2万円も買って2000円だったら 10% しか返ってきてないよねってなるから、だからやっぱちょっと1000円ってよくよく考えてありがたいなというところもあったんですけど、まあ実際僕としてはどっちがいいですかって言われたら、やっぱ2000円がある方がいいとは思ってます。あとまあもうちょっとね、細かいとこ修正した方がいいんじゃないっていうところはあるんですけど、まあ何を言っても始まらないですから、とにかく削るしかないというのがスクラッチでございましたので、早速削っていきたいと思います。作戦金。はい、行きましょう。まずは1枚目でございます。まあとりあえずね、削らないと分かんないから削りましょうか。はい、行きます。これまあ縦横斜めなので、あ、なんかいいですね。久しぶりに削りやすいですね。ちょうどね、僕これ基本撮影、スクラッチの撮影って、まあ、最近ちょっと遅れて出すから2本同時とかで撮ることが多いんですけど、300円くじよりこっちの方がなんか削りやすいですね。なんかでかいんですよね、紙が。でかいと。で、今のところリーチとしてはここ斜めですね。これ1等ですよね。このルナーリア族の羽のマーク。で、あともしくはここ何かあるかなというところですね。では、いきます。さあ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 、もうため息もんだよ、本当にため息もんだよ。そうなんだよ、ないね。はい、まあとりあえずキーを、変えて1枚に、もうなんかろれつがキーを取り直していきたいと思います。いきます。ちょっとグイグイといきますか。グイとね、グイといきますか。これ浮き輪出そうだなと思って、浮き輪4等っすもんね。4等まあでもこれ出ないですね。今のところありえるのがまたこの1等の匂いとここですね。絵柄的には樽が出てないので、樽来てもおかしくはないかなというところです。ではいきます。おー、いいですね。なるほど。あらあら、ということは、いや、肉って言いたくないな。羽でしょ、来るんでしょ。はい、いきます。肉。いや、分かってるんですよ。分かってんねんけど、やじゃん、やじゃん、なんかやじゃん、なんかやだよね。はい、そんな感じですね。はい、いきます。いやー、まあちょっとね、今週この動画、ごめんなさい、いつ出せてるか分かりませんけども、もしかしたらちょっと遅かったら週末とかになってるかもしれませんが、台風がね、結構僕、まあ、関西住んでる、大阪住んでるんですけど、直撃っぽくて、大丈夫かと思いながら、まあ、あとそのどうするかですよね。その電車とかが止まれば、まあちょっと仕事とかも行けないのであれですけど、まあ、最近結構ね、 JR さんとかはよくバンと止められたりするんで、まあ、ただ本当にね、台風だから別に休めるとか休めないとか、そういうのはもう正直どうでもよくて、危ないっていうね。で、僕なんかまあ子供もいてるので、保育園とかが結構やっぱ早めに引き上げたりとかするんですよ。要は、もう閉めちゃいますみたいな感じなんで、迎えに行かないといけないってなるんで、
そういうのがちょっとね結構いろいろ問題点もねもちろん出てくるんで、まあ、子供たちとかはね帰れて嬉しいよねみたいな、まあ、僕たちもね小学校や中学校や学生の時ずっと思ってたんですけど、いや大人だったらそうでもないんだよねっていうのもやっぱあります、まあ、ただちょっとなんかそわそわはしますよね、なんか変な感じでねそわそわするで、一応またこれ一通り一臭いんだよね。はい、いきます。肉か、肉って何、肉ってなんだ、肉は三頭すか、まあ来たらいいですけどね、ここで樽出たらクソ野郎ですね。はい、いきます。クソ野郎だ、クソ野郎だ。いやいやいや、肉でしょ、出さないとダメでしょ、勘弁してくれよ。ほんまにダメ、え全然あかんな、縦横斜め、なんかまあそわそわで、なんか出そうだね、夢あるよねって思うんですけど、なんか全然だな、何なんだこれ。はい、いきます。おー焦った、ここで出ててもなんかね尺なんで、一応3枚入っているんで大丈夫、安心はしてるんですけど、ちょっとあまりにも出ないから怖いな。怖いぞ。はい、これもだからまた全部一旦一刀リーチ、匂わすんだ縦横斜めだが、なるほど。はい、いきます。あ、縦もあるからね、分からんのね。うわーお、いやいや、これはこれ出さなダメでしょ、これ出てないって何、炎な、ありえるなー。はい、いきます。クソだ。いやいや、マジ、ちょっとなんとかしてくださいません、本当に本当によ、なんとかしてくださいよ。辛いな、辛いわ。はい、いきます。結構よくあるのが、まあまあよく俗に言うこの真ん中絡みで、ほら、はい、来た、これ多分来るんじゃないっていうやつですね。真ん中で、真っ当の場合は来るということで、これおそらく200円だろう。いきます。200円じゃなくてもいい、よし、ありがとうございます。やっぱそうですね、もうほぼほぼ確定ですね。法則としてこの真ん中絡みは大体、出るよってやつですね。はい、ありがとうございます、ありがとうございます。いや、ちょっとようやく出だしたんでね、嬉しいですね。まだ結構削った中でなので何とも言えませんが、はい、いきます。おお、まあ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 ね、まあまあ、ここで出たらちょっと引くわ、引くわ。あ、これ来ますね。あ、来た、ありがとうございます。もうちょっと下削りません、もう大体分かってるんで。やっぱ真ん中絡みだと、これ連続で来るね。はい、200円、ありがとうございます。これで一応最低保証の2枚分が出ましたので、あともう1枚潜んでいるよと。まあ僕的には常にね、いつも思ってるのは、1等潜んでるんだろ、俺に来るんだろっていつも思ってます。はい、いきます。おー、まあまあまあ、これ 3D 来そうっすね、なんか。あ、違うかった。あら、あ、ダブルリーチちょっと珍しいんじゃないですか。まあ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 、普通にね、よくあるやつなんですけど、ダブルリーチ。で、一応ここも樽もありえるんで、はい。期待値的には1等2等リーチ。絶対来えへんやつですね、これね。絶対来ないよね、これ、毎回ね。はい、いきます。おー。はいはい、樽か。うわー、じゃあここ樽来てほしくないな。はい、いきます。いや、もう長年やってたらね、はめ方分かってくるんですよね。だからもう前提に多分何パターンかを作ってやってるんだと思うんですよ。まあ、真っ当とかのその当たらないよねっていうやつはもう適当に、まあ適当とか何パターンか作って、このパターンで沈めようみたいな。で、出るパターンももちろん作ってはる、らっしゃると思うんですけど、一回見てみたいですよね、中でね。どういう仕組みになってんのとか。逆になんかその宝くじの、まあ、ウィークというと変なんですけど、なんかシークレット的に、よく買ってくださってる人たちだけが気づくレベルの宣伝を打って、今、通常の当選金額10倍なんですよね、みたいな、っていう風な施策とかね。例えば、まあ、購入金額は一緒ですと。で、例えばこれなんかも10倍だから、その200円のものが0いくつくよと。じゃあ、要は2000円の最低保証3枚とかやったら、要は2000円買ったら絶対儲かるやん、みたいな。そういうのをやった方がいいと思うんですよ。特にロトとかはね。
ロトはね、やった方がいい。スクラッチとかまあまあ、もうちょっと難しいですけど、やった方がいいなと思うんですけどね。はい、いきます。そう、なんかそういうその、例えばネット購入した人限定だか、みたいな。要はアカウント持ってる人だけに言う、みたいな。で、要はこの週は、もうほんと突然来るシークレット週みたいな感じで、そうなるみたいなのがあればね、一番いいと思うんですけどね。大阪抽選とかよりそっちの方がいいと思うんですね。おもろいと思いますよ。はい、集客力はめっちゃ高いと思います。ただもう儲かるかどうかはまた別ですけど、やっぱまあ当てさせるっていうのも大事ですよね。ある意味当たるんだよっていうものとして見させるっていうのは大事なことだと思ってます。はい、いきます。来るかいや、こうへんやん。全然こうへんやん。いやいやほんまに全然来えへんわ。あとまあもう一枚ねいるはずなんですけどね、まだ出てないですね。あ、もうあと残り2枚なので、これかもう一枚。なんかもう別に2000円とか入ってていいですよ。2000円入ってたらめっちゃいいですけどね。いきます。あ、これですね。あ、これだわ。これです。これいきます。これいきますね。はい、いきますよ。はい、いきます。決まるほどでもないが、必ず来るんだが、あざっ。キュー。これでとりあえず最低保証はクリアしたので、要は今9枚目ですよね。何がいいって、この夢を残した最後の1枚、ここで来るかもしれないっていうのが、まあ僕の持ち味なのかなといつも思ってます。では、いきます。ってことは、一等リーチ引くとかっこいいですね。かっこいい。まあその、結果ね、当たらなかったとしても、やっぱその、見せるって大事だと思うんですよ、僕は。見せるっていうのが本当に大事なので、ほらね、いいでしょ、僕来たでしょ。はい、黒、はい、1等です。でさらにこれ2等あ2等じゃごめんなさい4等2000円です。めっちゃ夢あるよね。どっち来ても盛り上がるやんっていう、そういうのが大事なんですよ。はい、いきます。またなんかで意味ないって言われたらそこでそうなんですよ。いや、そういうことじゃないとね、ここで樽は許されないぞ。これは許されないぞ。なあ梅さん、頼むぞ。最後です。いきます。頼む。ああ。いや、もうお願いしますよ。